はい、今週もやってまいりました。夜8時でございます。コアラとゆるゴルゴ IT ニュースナウの時間でございます。今週もコアラこと池口と、はい、ゆるゴルゴ佐藤と、そして桃子です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということでございましてですね、先週金曜日のバルス祭り、うん、いかがでございましたでしょうか。皆さん参加されたでしょうかね。なんと世界、まあ、世界記録ということで、143,199 ツイート1秒間にということでございまして、はい、アメリカのエンジニア、アメリカ本社のエンジニアもですね、金曜日の夜の予定を全て返上し集計ということで、はい、ツイッター本社も非常に喜んでるみたいですよ。こうやってねテレビを見ながらツイッター使うっていうこと、それがツイッターの本来の使い方だっていうことで、すごくこうなんていうんでしょうね、喜んでるみたいです。はい、参加しました？いや、参加はしないです。なんだと？結果は見ました。結果見た。佐藤さんはその時、あなたは何をしていましたか？私ですか？普通に見てました。祭りには参加しなかったの？祭りですか？うん、いや参加、いやほらうちは結構こじんまりというか肩身狭い家なんで、うん、肩身狭い家って お子さん見てたの？うん、いやうちはソーシャルメディアには非常に否定的な家庭なんで、いや思わずか、思わぬ感じの衝撃的な言葉ですが、そうなんですね、はい、そういうお仕事されてながらも、ええ、あららら、マイルームがあるとかじゃないんですか？んマイルームで 見ながらできるとかそういうことはない？マイルームですか、うん、マイルームは私はキューブしかないですよ。キューブ、うん、昔もそういうキャッチコピーやってましたから何のことかと思ったらキューブって自家用車のことですね。はい、その通りでございます。自家用車だけがマイルームであると。そうです。なんかいや非常に寂しいなと思ってしまいましたね。いや楽しいですね。あちょっと盛り上げてまいりましょう。盛り上げてまいりましょう。ということでですね、バルス祭りも終わりまして、いよいよ8月も半ばに入りつつありますが、はい、今週もコアラとゆるゴルゴ IT ニュースなお進めてまいります。まずはトピックからなんかすいません、何をしたか分かりません、すいません、分かりません、はいはい、すいません、許してください、はい。ということで、今週のトピックはですね、ちょっと今週これ行ってみたいかなと思ったのでこれ持ってきました。うん、誰だか知ってますか？これ誰だ？まあ実はこういうね若バナナさんっていう方なんですけど、はい、まあね多くの方がご存じないと思いますが、うん、はい、ただですね、彼女が何をしているかをよく見ていただけると分かるんですけれども、何してます？ソーセージ。どう見てもソーセージ加えていて、左手には、あ、右手か、右手にはポテト、ポテトがね、これまだ冷凍のままですがね、うん、これ冷凍庫の中ですね、うん、はい、新潟には確かなくなってしまったんですが、マルゲンラーメン、へー、あったんですね。あったんです、七久山、うちの会社のすぐそばにあったんですけど、あったんですね。あったんです。むしろどっちのかびっくりなんですあったんですが、そこの、大阪府門真市にあるお店、うんうん、門真店か、うん、で、こういう写真を撮ったということが判明しまして、会社物語コーポレーション、まあ、新潟で物語コーポレーションというと一番有名なのは一番カルビと、あ、いうことでありますけれども、その系列同じグループ内にある、うん、ラーメン店のですね、従業員さんがこういうことをしたことにとて も、申し訳ないと、お詫び申し上げますということで、結局ですね、この未成年の従業員が冷凍庫内にあるソーセージを加えた写真を撮影の上インターネット上に掲載をいたしましたと、これはお客様よりご指摘をいただきましたということでございますね。最近こういうのが多いですね。ということでまとめてみました。何やりました？今日は暑くねみたいな、あ、アクセント合ってますこれで、うん、やってみて、最近風のやってみて、はい、誰が、ももちゃんが、あ、
今日は暑くね。どうなるほど、ありがとうございます。読んでいただいてね。ということで、暑いのでちょっと冷たいところ入ってみました的なね。はい、これはあのホットモット様でございますな。はい、あのお弁当でね、有名な、もう今日はね、こういうのがたくさん出るよ。はい、ということで、いや平日なのにさ、なんでコムのさ、ワッパージュニア何個作ったと思ってんの。ちょっとさ、空気読もうよ、うん、みたいなツイートをしてあげたのが、うん、この写真でございます。まあ素敵ですわね。はいいな、この盛り下がる感がたまりませんね。、はい、このワッパーっていうその、うん、まあハンバーガーですね、うん、そのバンズ、パンの方がこれ実際はご発注でかなり大量に廃棄をせざるを得なくなって、で、まあ、本人たちとしては記念にということのようですが、撮られた写真ということであります。次、これは細野豪志議員ですけれども、どこが問題になったかというと、これは写真はですね、まず写真の方の問題は左下の指です。左下の指、これ実は女性の指なので、本人は指が映っているのは一緒に行った記者のものですっていうふうにあの言い訳をしてるんですが、これで騒ぎになったと。これが一つ。もう一つは上の方のツイートで、これですね、学生時代に吉野家に結構行っていて、食べ慣れているからか吉野家の味が一番好きだと、うん、牛丼の中ではね、うんうんうん、であの頃は生卵を持参してよく食べに来ましたっていう一言を入れてしまったわけですね。あ、それで生卵も、ま、生卵を持ってっていいんか多いみたいな、ツッコミが大量に入ったっていう話です。次です、これもう読む気にもならなくなってきましたので、こういう写真がくっついているということで、これも、四国の方、確かね、四国の方だったと思いますが、これ全部消毒して全部中身を廃棄しという話になりましたよね。こんなのもあります。7月15日私のバイト先に香川真司がご来店しました。ご来店しましたっていう日本語が正しいのかどうかちょっとよく分かりませんが、ということで、またお待ちしております。ここまでならひょっとしたら許されたかもしれませんが、うん、ひょっとするとね、これもダメなんですよ、うん、本当はね、プライベートのことを書くのは良くないんですが、さら、うん、に写真ついてます。自分いなかったって書いてあるんですよ、うん、自分いなかったのに写真があるんです。というのはこれね、よく見ると監視カメラの写真です。そう、監視カメラの、ビデオを写真に撮って上げてしまったということですね。これも当然大騒ぎということでございます。これね、ちょっと違った、味のある大騒ぎなんですけど、これ知ってます？知ってる、佐藤さん知ってる、これ、これ iTunes カードっていうの知ってますよね。この iTunes カードのこの女の子、この下にアイコンありますけど、はいはい、この女の子が、まあ、iPhone か iPad か持ってたんでしょうね、でお父さんがこれ買ってきてくれたわけです、はいはい、ところが使い方がわからない、でこれどうすんのって言って写真上げて、裏には書いてあるコードとかも全部丸見えの状態で上げたら、俺使ってやったみたいなツイートが上がり、そのこのカードは全部他の人に使われてしまいました。あ、そんなカードなくても番号だけ、はい、番号だけあればいけるんです。はい、iTunes カードね、怖いですね、写真って怖いですね。次、今微妙にすごいのが映ったんですけど、スルーです。これはもう、これも大騒ぎの一件ですね。 NHK のニュースなんかにもなりましたけれども、専門学校生が研修中に、患者さんの手術の後の臓器を写真に撮ってあげたと。実はこの下に映ってますが、この後ザーッとサーッと出ますのでスルーしましょう。ほらもういいです。一瞬見えましたよ。ということで、はい、次です。乙武さんの話は前回しましたね、以前ね、しましたよね、これもまた、炎上ということになりました。さらに、このゆりさんね、これね、実はいい話、いつも担当してくれる、配達してくれるね、金髪のお兄ちゃんが今日はなんかそわそわしてて、でその宅配のねサインをしたら、普通それ持って帰りますよね、サインしたらね、そしたらそれでこれって言って別のレシートを渡されて、なんだろうと思っていたら、裏にずっと好きでした。素敵。ところが、これ最終的に本人の自作自演ではないかという疑惑がはい、ありまして、結局この、文字も全部、鑑定されたらしく、はい、ほぼ 100% 本人の自作自演ではないかというふうに言われております。まあ、これは分かんないですよ、真相は分かりませんが、そういうふうに、言われております。
やっぱこの手のやつでですね、あ、ごめんなさい、失礼しました。この手のやつのただ一番初めのものはこれでしょうね。そうですね、これはこれがね一番初めのやつでしょう、うん、稲本潤一さんのねこの一件、うん、アディダスのお店違ったか、コンビニ違うな、レストラン、あ、違うな、ホテルの、ホテルの従業員さんがこういうふうに書いちゃって、うんうん、で騒ぎになったっていうことですよね、うんうんうん、これもこれね実は2011年の1月の話です。ですからもう丸2年ちょっと前ということになりますね。その頃からこういうツイートは炎上のもとということになってまいりまして、少しですね振り返ってみましたということですが、佐藤さん思い出に残るのありますか？なんかそうですね、うん、まあこの話はもちろんそうなんですけれども、うん、やっぱり炎上系の話はもう今本当に多いですよね。でまあ、発信する側の方もどんどんそのいろんな人が出てきたんで、うん、はい、なかなかそういうモラル的な部分がそのついてこない状態で、うん、みんなもう本当に部屋にいる感覚でどんどん発信しちゃうと。そうですね。であとそれを見る人が見てそれを指摘するだけならいいんですけれども、なんかこう喧嘩腰にやっている、うん、だから見る人の側のそのモラルもやっぱりまだまだ発展途上だと、うん、だから本来であれば自浄作用があるそのツイッターなりフェイスブックの空間なんですけれども、やっぱりどんどん参加する人が増えてきて、そのまあある種カオスな空間なんですカオスね、はい、この傾向はちょっとやっぱりこういろんな方面から改善していかないといけないなっていう感じはしてますよね。まあ、本来こういうツイッターもそうだしフェイスブックもそうなんですけど、今まではマスコミっていうね大きな事業体がいわゆる伝送路、その情報を伝えることにおいては、うんうんうん、その伝送路を全部独占してたわけですよ、うんうんうん、個人はそんな自分の意見をすぐに発表したりできなかった、うんうん、ところが Facebook、Twitter ができたおかげでそれができるようになったわけですよ、はい、一人一人が自分のことを発信できる、まあ、ブログとかも含めてね、まあ、インターネットですよ。ところが当然発信できるとなると、まあ、こういう発信をする人もいるっていう、そういう一面をねちょっと、今回はご紹介したくてですね、うまく使っていくといいんですけど、残念ながらそうでない場合もありますねっていうお話ですね、はい、さてそれでは2つ目参りましょう。時間もちょっといいですか？すいません、はい、17分ぐらいまでいいですかね、はい、なくしたスマホを探す。ほう、スマホなくしたっていうか、どあれねえっていうことありますか？あります。車の中とかね、あるあるある、ちょこっと落としてしまって、あれどこにあるんだろうみたいなのとかね、あとソファーとかに置いておくとまた紛れてしまうとかっていうこともありますよね、うんうん、で実はこれ結構ね知らない方多いのでぜひご紹介したいと思うんですけど、うん、iPhone とか iPad、 いわゆる Apple 系のスマートフォン、タブレットの場合だとこういうサービスがあるんです、うんうんうん、あ、失礼しました、うん、iPhone を探す、うん、でこれねすっごい便利なんです、うん、これアプリを入れておいて、あとそのスイッチみたいなものをオンにしておくと、うん、常にその iPhone とか iPad がどこにあるかを教えてくれる準備をずっとしてくれてるっていうことになります、うん、で実際じゃあどういうことになるかっていうと、うん、今これ2つ出てますよね、はい、iPhone と iPad 出てますけど、うん、これ iPhone の方をなくした、うん、で iPad 持ってるけど、うん、iPhone なくなってどこあるんだろうっていうのを探そうとしてる場面です。で実際右側にこういうふうに出てますよね。今この行方の iPhone がどこにあるか、はいはいはい、所在地を確認しました1分前みたいな、それがこの緑の点です、うん、ここにあるというふうに教えてくれるわけです。で実際この iPhone の方にはこんなふうに書いてあります。この iPhone は紛失しています、電話でご連絡ください。でこれこの番号にだけかけられるんです。あ、他のはいじれない。そう、ロックされてるんですけど、ロックされてるのでかけられないんだけど、ここだけにはすぐかけられる、はい、こんな仕組みが入ってます。で他にもですね、紛失モード、パスコードを入力することでこの iPad をロックすることができたりとか、あとここにメッセージを出すことができたりとか、その iPhone にね。そしてもう一つ、これメッセージを出すのは当然その iPhone が電源入ってないとダメですよね。ああ、そうですね。例えば電源が切れてる場合にじゃあどうするのかって話なんですけど、うん、メールの設定をしておくと、その iPhone が電源が入った時にメールを送ってくれるんです、うん、電源入って今ここにありますみたいな、うん、
なのですごくなくした時も安心ということで、うん、便利ですね、はい、これ、うん、若干バッテリーは食うんですけど、でもこれを入れておくとすごく安心です、うん、ちょっと実際に見ていただきましょうということで、はい、今これ、まずね、ここで少しすいません、画面は止まってますよ、私パスワード今入力しますのでパスワードは見えないようにさせていただきますが、はい、 OK です。こんな感じでですね、場所を教えてくれるんです。おほぼぴったりですよね、うん、そうですね、多分地図をアップにするとこういう感じですね。はあ、うん、まさにまさにこの辺ですよね、よくできてますよね本当にこういうのを全て、遠隔で遠くで別のこれはパソコンからでも iPad からでもできます。あ、パソコンでも、はい、しかも音出したりでもできます、うん、出してみます、うん、今鳴りますよ。あ、保留になっているということで本当は音鳴るんです、はい、ということで、はい、まあ、こういうこともありますということで戻します、で、実はですね、私今日お話したいのはこれプラス Android でもそれできるようになりますという話です。 Android 2.2 以上今月中におそらくできるようになるでしょうという話ですので、楽しみにしておいてくださいと。音鳴らしたり、中を全部消去したりもできるようになります、うん、遠隔で消去したり余計なことができないようにですね、はい、ということで、その Android デバイスマネージャーというのをですね、楽しみにしていただきたいというふうに思います、というのが2つ目のトピックでございましたと。はい、以上でございます、はい、はい、何かありますか。そうですね、はい、まあ、どうしてもなくしたっていう話でですね、うん、まあ、先に出るのが、まあ、とりあえず電話鳴らせやと電話鳴らせや、うん、まあ、いうのが、まあ、定番でしたけれども、はいはい、着実にこういうふうに場所を含めて、うん、まあ、見ることができるようになれば、まあ、非常に、まあ、今までとは違う形で、うん、より便利に使えるかなという感じではありますね。一度だけなくしたことあるんですよね、うん、てか居酒屋に焦りますよ。居酒屋に iPhone 置いてきたっていう、本当、うん、焦りますよ。いやでもね、これでどこにあるかっていうのが分かった、あそこかみたいなのが分かったっていう、タクシーの中とかじゃなくあそこかっていうのが分かるっていうのはね、すごくいいですね。安心しますよね。安心します。中身がもういろいろ入ってますから、はい、とにかくやっぱ気をつけましょうねってことですね。ということでございます、うん、はい、はい、それはこっちかな、はい、うん、ということでございます、ね、じゃあちょっとですね、はい、よいしょ、後半ということでサクサクっと、はい、よいしょ、今日はですね、まあ、中身もですね、実はちょっと本当は濃いんですけれども、あまり濃くするとですね面倒くさい話になっていくんで、ほうほう、今日はですね、後半の特集はじゃあ何でございましょうか。ちょっと待ってくださいね、はい、なぜ映らない？よいしょ、OK かな、よいしょ、まあ、こういうですね、時間をしてる時に限ってですね、うまく動かないというのはですね、面白いですね、まあ、非常に怖いところはあるんですが、うん、多分大丈夫、あら？あ、大丈夫だ、いきました。ということで後半トピックじゃなかった、はい、後半特集をよろしくお願いします。はい、はい、ということで、後半ですね、先ほどバルス祭りの話でも出ていましたが、その時によく言われてたキーワード、今週のテーマはということでこちら、サーバーというですね、バルス祭りの時にですね、サーバーが持ちこたえたとかですね、サーバーが落ちたとかいう言葉が出てましたけれども、サーバーというものについてちょっと解説をしようかなと思います、ネット上のですね、スラングではですね、このサーバーのことをですね、こういうふうに言ったりもしてます。サーバーと。まあ、あとはですね、本当にその言葉的に言えばサーバーとかサーバーというふうな言われ方もするんですけれども、うん、この辺だけ語るとですね、これだけで5時間くらい語る話になるんで、ここはちょっとですね、今日はあえて入れずに、まずはサーバーについての解説というところから入りたいと思います。マイクロソフトはサーバーって言ってるみたいですね、やっぱり伸ばす、今はもう伸ばす方が、ね、標準です、正式って言われてますよね、はい、なんでかっていうのは、もともとのサーバーの語源というのは英語ではこういうふうにやっぱりサーバーというふうに、うん、R で入ってるんで、本来は伸ばすのが標準というふうになっています。でそのサーバーという定義はウィキペディアで見てみるとこんな感じになってます。何らかのサービスを提供するプログラムと上記プログラム、まあ、このサービスを提供するプログラムを稼働させている機器というふうに定義しています、うん、でも今一般的にサーバーというのはこの2番目、機器を指すことの方が多いというふうになっています、うん、今ですね、ちょっと下に写真載せてるんですけれども、まあ、サーバーというふうに言われている機械は、まあ、こういう結構ですね、ごっついものが多いです、うん、実はこれ真ん中とか右側これ複数あるんですよ。
何台ものサーバーがですね、一つの枠の中にごっちゃごちゃと入ってると、そんな風になっています。で、じゃあこのサーバー、実はそのいろんな役割というのがあると、うん、その役割というのはどういう役割なのかっていうことで、今回主なサーバーというのをですね出してみました。3匹いますけれども、3つということですね。はい、1つ目がこちら、 www サーバー、もしくは web サーバーというふうに言います。これが HTML 情報送信って書いてますけど、ホームページを見ることができるのはこの www サーバーというコンピューターの中に情報が入ってるから、それを見に行っているというのがホームページを閲覧しているという意味になってるんですね。で、あとは電子メール、まあ、これもよく使うと思うんですけれども、この電子メールの送受信を管理しているのをこれメールサーバーというふうに言います。これは電子メールを管理するというものですね。あとは3つ目にファイルサーバー、これは会社とかで、いろんなファイルをですね、みんなで一緒に使いましょうねっていう時のその共有という時にですね、このファイルサーバーというものがですね使われていたりもします。これらすべてそのサーバーというところにどういうふうな機能を提供するかっていう役割をちゃんとですね定義している、これがまあサーバーの考え方なんですね。ただまあこれなんとなく意味は分かってきたけれども、じゃあ結局これもコンピューターなんですよ。そうするとパソコンと何が違うんだって話になっていくんですよね。結局コンピューターという意味ではパソコンもコンピューターなんですよ。うん、確かに、うん。じゃあ何が違う？さっきの側っていうだけではないんですよね。うん、実はこれ本来で言えば役割と性能っていう部分での違いがあるんだよってことなんです。うん、役割というのは今サーバーの例でお話ししたように、よいしょ、どのサービスを提供するかというものなんですね。つまりホームページとしての情報を蓄積しておくのか、それともメールを管理するのか、そういった役割が入っていればサーバーになるわけですので、裏を返して言えばこういうこと、普通のパソコンをサーバーにすることも可能だってことなんです。だからパソコンをこういう機能で設定してっていうふうにすれば、その家の変な話ノートパソコンがそのままサーバーになるとか、こういうことも可能です。でもそしたらさっきみたいなごつい機械なんだという話になるんですよね。それが今度は性能という話なんです。サーバー特有の性能というのがあります。それがこういったもの、例えばその機械が動作中、動いてる最中でも部品交換ができるという部分だったりとか、あとはそのまあ機械ですから故障という可能性はあるんですけれども、その故障が極めて頻度が低い部品、つまりこれは大丈夫だよっていう部品だけでその機械を構成しているとかですね、あとはまあ中にバックアップということで、そのデータがですね消失した場合とかも備えて、複数のハードディスクで自動的にそれをバックアップする、まあ、これ専門用語ではレイドなんて言うんですけれども、そういった機能が入っている。これらがまあ提供されているというのも、このサーバーというのがそのメールの管理とかホームページでの発信というのは全部いつ誰が見るかわからないわけですよ。つまり24時間365日ずっと動かしてなきゃいけない、その特有のそのサーバー特有の環境に対応できるような、そういった性能を確保してますよっていうものですね。だからそこら辺でパソコンとはちょい違うよっていうことなんです。でこういう話をしていくと、なんかサーバーっていうとすごいなんかそういう専門的なもの、だからいや私らにはあまり関係ないよというふうに見えるかもしれませんが、家庭にもサーバーが普及しています。それがですねこういう、家にいながらにして、例えば家のリビングでその録画した番組を各部屋で見たりとか、別にこれ中だけでやってますけど、外に出ても、例えばあの家で録画した番組を外でスマートフォンで見るとか、まあそういったことも今できるようになっていると。それがですね、まあここにちょっとマークつけてるんですけど、DLNA という、これデジタル、リビングネットワークアライアンスというですね、そういう、まあ、その共通の規格がもう今できています。その対応のパソコンなりハードディスクなり、そういった機器で、こういったもうサーバー機能というのがですね、家庭用向けに提供されているというふうになっています。でもこれっていうのはさっきのサーバーのですね役割という点で言えばファイルサーバーの一種だと。つまり録画した番組というのを保存して、それをテレビなりスマートフォンというところで共有して、みんなで一緒に見れるようにしてますよとか、まあそういうふうな機能として提供されているんですよってことなんです。まあこういった使われ方も含めてですね、サーバーというのがどん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 ですね家庭でも使われるようになってきてますので、もしかしたらこれからまあ家でもですね、意識しなくてもサーバーを使っているというふうにですね、見ることができるようになるかもしれないとですね。
まあでもですね、まだまだこれ専門的な言葉ではありますけれども、サーバーというのは一応こういうもんだというのをですね、覚えておいてもらえればですね、今回のバルス祭りで言ってたサーバーというのも、あれはあくまでツイッターのサーバー、ツイッターの、まあ、そのつぶやきを管理しているサーバーが持ちこたえだとか、2チャンネルの掲示板の書き込みを管理しているサーバーが止まってしまったとか、まあ、それをですね、止まってしまうことを落ちるというふうにですね、表現していると、まあ、そんなふうな言われ方をしてたんですね。まあ、これがサーバーという言葉だったんですけど、なんとなくお分かりいただけましたでしょうかね。はい、さあそしてですね、時間もそろそろですね終わりに差し掛かりつつありますので、なんかピピピピ言ってますか。はい、気にしないでください。はい、はい、ではですね、おまけということで行ってみたいと思います。サーバーという言葉を言うとですね、なんか別の言葉なんかものをイメージしません？サーバー、まあさっきのサーバーもありますけどまさか。はい、ということでですね、こちらよいしょ、あ出てこねえや、よいしょ、これもサーバーってそっちなんかありますよねこれ実はこれ実際の話ないです。これはただ、あるですねインプレスという会社がですね、4月1日になるといわゆるエイプリルフールネタで有料を発信するサイトがあるんですよ。そこでそのホームサーバープレゼントを言ってこの画像を出したんですよ。なるほど。ここから何が出るんだろうっていうのがちょっと気になるところなんですけれども、うん、何が出るんですかね、いや一瞬ポンジュースでも出てくるのかなとか、それ FA 限定だとかですね、そんなことも思ったりしたんですが、一応こんなネタがありましたので今回ちょっとこれを個人、あ、まあいいや、やめた。はい、何でもないです。はい。いや、個人的にはパソコンのケースの中っていうのは、ほこりだらけだっていうイメージがあって。ああちょっとごめん、微妙。あ個人的にはちょっと微妙。それ吸い込まないといけないんですよ、逆に。そう。まあいいや。ちょっとここから出るのは厳しいですね。そうですね。うん。なるほど。もう少しね、はい、ビアサーバーとかねっていう感じですかね。そっち方面だと言うまあこの季節だとちょっとそれ、本来はそれなんですけれども、うん、さっきのね家庭用のほらサーバーがありますっていうところで、うんうん、そっちが出てくるとか、うんうん、すいません、そこまでですね、なかなか話が膨らみませんでしたということで今日の特集はサーバーということでお届けしてまいりました。ございました、ありがとうございました。ということで今週もお送りしてまいりましたコアラとイルゴルゴ IT ニュース NOW でございますけれども、来週も同じ時間にお送りしますよ。はい、ということで皆さんまた来週お会いしましょう、はい、バイバイ。本当だよ悲しいかな今日は非常に静かな感じの背景でございました